日津川駅は京都府常用市日向は東街都にある近畿日本鉄道京都線の駅。駅番号は B13。ホーム相対式2面2線のホームを持つ地上駅。ホーム有校長は6両。互いのホームを結ぶ地下道や古線橋が存在しないため、上下線で別々に改札口が設けられている。大久保駅管理の友人駅で、 ピタパイ効果対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。近年における当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。駅前に京都府道281号八幡常用線が走っているが、福音が1.5車線と狭く、歩道も十分に整備されていない。駅ナンバリングを全線で実施します。近畿日本鉄道。 http://www.kintetsu.co.jp スラッシュオールニュースニュースインフォハポ PDF 2016年2月24日閲覧 AB ネサ悟る週刊歴史でめぐる鉄道全路線大手私鉄3号近畿日本鉄道に朝日新聞出版週刊朝日百貨 2010年8月29日、12から13ページ。ISBN 978から4から02から34133から4。平成19年4月1日から、近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道。 http://www.kintetsu.jb スラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ icca rt20070130.pdf2016 年2月24日閲覧京都線内でホームを結ぶ地下道や古墙橋が整備されていないのは山田川駅と当駅のみである。ab 駅の情報必殺かは 近畿日本鉄道2020年7月24日閲覧駅物上工事人員京都線近畿日本鉄道ありがとうございます